五日市街道は、東京都の多摩地域などを通る街道。現在の東京都道7号杉並や切野の線の本線とほぼ一致する。徳川家康の江戸入府後、五日市や日ばから木材、炭などを運ぶために整備された街道。初期には、稲道と呼ばれ、稲の石材を扱っていた石膏が、江戸城集築のため、江戸へ行き来するための道として発展したが、 集築が終わり木炭輸送が主流になるにつれ、稲と五日市の重要性が逆転した。武蔵野大地の神殿開発が進むと、多摩地域と江戸を結ぶ街道の一つとして発展した。街道は都道7号とほぼ一致しているが、都道の一部は新道に変更された区間が存在している。以下に主な休道を挙げる。現在は新高園寺駅近くにある。 いつか市街道入り口交差点を起点とし、大宝寺前で新旧道が合流する。杉並区成田東2丁目から高井戸東4丁目にかけての全幅寺川付近を通る区間は、かつて七曲りと呼ばれた難所で、蛇行する旧道の真ん中を緩いカーブを描く県道が貫いている。細切れになった旧道は、県道の歩道の一部や杉並区道などとして残されている。 高井戸東4丁目17番の新旧道交流点に杉並区教育委員会が2003年に設置した石碑がある武蔵野市から小平市にかけての千川上水玉川上水沿いは水路の両岸に道があるそのうちどちらが街道本線であったかは時代によって異なる原動は小平十五北交差点で左に折れて玉川上水から離れるが 旧道を300メートルほど直進してからクランクを描いて合流する。1956年の横田基地拡張に伴い、立川市と福生市にまたがる土地が、米軍に接収された。接収地区内を通っていた五日市街道は、分断され、西砂町宮沢付近から基地の南側を迂回し、灰島駅付近の武蔵野京北交差点で、国道16号に合流する経路に変更された。 八川西砂町郵便局付近に小金井橋方面から見て二股に分かれる交差点があるが直進方向に伸びる道が急道左に折れる道が現道である国道16号の第5ゲート前交差点から旧来の街道に合流する現道は玉橋で玉川を越えているがかつては牛浜の渡しなどと呼ばれた船渡しが行われていた玉橋の先でも 原道は南側を迂回しているが、旧道は歌手段級を直通している。あきるの下川付近で、原道は新秋川橋と五日市橋で、秋川を渡り、直線的に進むが、旧道は秋川に沿って北側を迂回している。ありがとうございます。